公共曲第76番変保長情報冒険 I-76 はフランツ・ヨゼフ・ハイドンが1782年に作曲した公共曲。当時、ハイドンはイギリスで高い名声を誇っていた。ハイドンをロンドンに招こうとする交渉は1780年代、初めにもあり、ハイドンは ロンドンでの演奏旅行のために1782年に76番から78番までの3曲の公共曲を作曲したが、この時のロンドン行きは実現しなかった。このため、この3曲はイギリス公共曲とも呼ばれる。後のロンドン公共曲に比べるとずっと小規模である。演奏旅行が中止された後、1783年にハイドンは、 パリの楽譜出版社であるボワイエにこの3曲を売り、1784年にはロンドンのフォースターにも売った。1976年にはロバート・シンプソンが自身の公共曲4番変補調調でこの曲を引用した。演奏時間は約23分。最も特徴があるのは編ロ調調の第二楽章で、 カンタービレと書かれた弦楽のみによる穏やかな旋律が3回にわたって変奏曲風に演奏され、その中間に単調の曲が2つ挟まるロンド形式をしている。最初の単調の部分は管楽器を主体とした正筆な音楽。第2の単調の部分は前奏による非常に激しい曲になっている。大宮 P100 大宮 P181 音楽の トモ社のミニスコアのランドンによる序文、アントニー・ホジソン。The Music of ヨゼフ・ハイドンザ・シンフォニーズロンドンザ・タンティビプレス P103 アントニー・バン・ホーボーケン。ヨゼフ・ハイドンティマティッシュビブリアーグラフィスチャスワークバースシュニスマインツビーショットエスズナ P848 ありがとうございます。